今すぐ出て行け。招待されてもいないのによくも不法侵入しやがったな。え？まさか元嫁のお前が結婚式場に乗り込んでくるとはな。だがお前なんかに結婚式の邪魔はさせないぞ。警察を呼ばれる前に早く出て行け。ちょっと待ってよ、ケイスケ、いきなり何なの？それに結婚式って、まさかケイスケも同じ結婚式場にいるの？しらじらしい演技してんじゃねえぞ。俺の結婚式だと分かってて乗り込んできたくせに。俺の結婚式？まさか、今日の結婚式の新郎なの？お前いい加減にしろよな。俺が結婚するって聞きつけて乗り込んできたんだろ。でもまさかお前が俺にこんな未練があったとはな。わざわざ俺を引き止めに来るとは思わなかったよ。は？俺が他の女と結婚すると聞いて焦ったのか？まあでも俺たちが離婚してまだ1年だもんな。まさか俺がもう結婚するとは思わなかったんだろ。ちょっとやめてよ。あなたなんかに未練があるわけないじゃない。結婚式場で再会したのはただの偶然よ。は？私は今日の新婦に招待されてやってきたの。田中圭介なんてよくある名前だと思うし、同姓同名の他人だと思っていたらまさか本物だったとはね。そんな偶然があるわけないだろ。俺に会いたくて乗り込んできたって正直に言えよ、このブスババ。は？必死に復縁をお願いしに来たんだろうが残念だったな。悪いが俺はもうお前に未練なんて何もないんだ。多少は着飾って見れる顔になったみたいだが、所詮アラフォーのババア女、20代の俺の可愛い花嫁とは雲泥の差だな。ケイスケは相変わらずね、人にババアだのブスだのひどい言葉を投げつけて、改めてあんたなんかとは離婚してよかったと思うわ。妻に稼ぎで負けたからって本当に器の小さい男なんだから。なんだと？結婚前は優しい人だったのにね。でも私の方がケイスケより年収が高いと知った途端に態度が豹変、威張り散らすようになって私のことはババア扱い。結婚前に給料明細を見せ合っておくのって結構大事だったのね。うるせえ。男を立てないバカ女をババア扱いして何が悪いんだよ。もういいから早くお前は帰れ。どんなに居座っても俺がお前とやり直すことはないんだよ。さやか先輩、今日はお忙しい中来てくれてありがとうございました。もう到着されたみたいですね。こちらこそ招待してくれてありがとう。ゆきちゃんの結婚が嬉しくて早く来すぎちゃったみたいで、そんなに楽しみにしてもらえてすごく嬉しいです。先輩には大学時代からよくしていただいていますからね。そんな先輩が式に来てくれて本当に幸せです。早く先輩にも新郎の彼を紹介したいです。ねえゆきちゃん、その新郎さんのことなんだけどね。ゆきちゃんと一体どこで出会ったのか聞いてもいい？あ、そこ聞いちゃいますか？実は超運命的な出会いだったんですよね。え、そうなの？詳しくは式でも話そうと思ってるんですけど、私と新郎のケイスケさんは偶然出会ったんです。私が東京駅でお財布を落としちゃって、それを拾ってくれたのがケイスケさんなんですよね。そしてそこから交際に発展したんです。本当に運命的な出会いだったんだね。彼は出会った時からすごく優しい人だったんです。年上で落ち着いているし、気遣いも上手だし、私こんなに人を好きになったことなんてなくて、なんだか思いっきりのろけちゃいましたね。結婚式なんだからのろけてもいいじゃない。でも本当に新郎の彼のことを大切に思っているのね。はい、だからぜひ後で彼を先輩に紹介させてください。私の大好きな人と大好きな人が仲良くしてくれたらすごく嬉しいので、では結婚式が始まるまでもう少し待っててくださいね。おいさやか、さすがにもう式場から出て行ってくれたよな。悪いけどまだ式場にいるわよ。それと私はこの式場から出ていくつもりはないから。は？招待されてもいないのにまだ居座るつもりなのか？だから招待されてるって言ったでしょ。私は新婦側の招待客なの。それなのにいきなり帰るなんてできないわ。嘘つけ。お前が新婦の招待客なわけないだろうが。今日の新婦であるゆきちゃんはこの大企業のご令嬢なんだぞ。そんな子がお前と知り合いなわけないだろうが。それなら逆にこっちも聞きたいわよ。そのご令嬢様とまさかあんたが結婚するなんて。
俺はまさかこんな逆玉に乗れるとは思わなかったよ。世間知らずのお嬢様は意外と落とすのが楽勝だな。ちょっと優しくしただけでイチコロだったぜ。は？実は偶然俺が彼女の財布を拾ってさ、中に数十万も入ってたからそのままもらっていこうとしたんだ。でもその時に私のです拾ってくれたんですねって彼女から話しかけられちゃって、適当に話を合わせたら気に入られちゃったんだよね。でそこから優しい人ぶって付き合ったってわけね。若いうに世間知らずのお嬢様はバカでしかないな。ちょっと優しくするだけで俺への好感度爆上がり。若くて可愛くて金もあってなのにバカ。結婚するには最高の女だよな。最低ね。あの子は本当にあんたを優しい人だって慕っているのに。一応確認するけどバツイチだってことは伝えているのよね。はあ、そんなこと言うわけないだろうが。彼女は俺を心優しく清らかな男性だと思っているんだ。バツイチなんて言ったら俺のイメージが崩れるだろうが。そんな、だからこそお前は乗り込んできたんだろう。俺が本当はバツイチだってことを彼女にバラしに来たんだろう。はい、まさか俺の弱みにつけ込んで復縁を要求しに来るとはな。アラフォーババアでバツイチだと再婚相手は見つからなくて必死だな。だから私はあんたとの復縁なんて望んでないから。じゃあ俺の結婚式を台無しにしに来たのか。俺だけ逆玉に乗って幸せになるのが許せないんだろう。別れた旦那の幸せを喜べないなんて、なんて醜くてひどい元嫁なんだ。お前の醜さに俺の両親も笑ってるよ。そうだった、あんたが死んだってことはあのご両親もいるわよね。ケイスケと一緒になって私を見下して、顔も思い出したくない人たちだわ。それはこっちのセリフだよ。別れた嫁なんてこっちはもう興味ないんだ。なのにわざわざ俺の結婚式に乗り込んできやがって。いつまでも別れた旦那に執着してんじゃねえぞストーカーババア。はぁ、未練タラタラのストーカーババア出ていけ。俺の逆玉を邪魔したら容赦しねえぞ。いいけど後悔しない？しねえよ。てかするわけないだろ、お前はバカか。じゃあお望み通りに帰ってあげる。でも私にとって新婦のユキちゃんはすごく大事な後輩なの。彼女も私が出席したことをすごく喜んでくれているし、しっかり帰宅理由を伝えてから帰るわね。まさかの元夫が新郎なので帰りますって。え、ゆきちゃんとは大学時代からの付き合いでね、ついさっきも出席への感謝のメッセージももらったところなの。それなのに帰らなきゃいけないなんて。いくら新郎からの頼みとはいえとても悲しいわね。ちょっと待って、まさかゆきちゃんが言ってた先輩ってお前のことなのか。大学時代にすごくお世話になった先輩がいるって言ってて、結婚式で紹介したいってすごく言われていたんだ。ケイスケにもそんな風に言っていたのね。私も早く新郎を紹介したいって言われていたの。大好きな人と大好きな人が仲良くしてくれたら嬉しいって。マジで知り合いだったのかよ。本当に不法侵入じゃなかったのかよ。だから何度も言ったじゃない、ゆきちゃんはお嬢様だし世間知らずなところもあるわ。でもそれが彼女にとってはコンプレックスだったらしくてね。大学時代もいろいろと周りにいじられて嫌な思いをしていたそうなの。寄ってくる男は下心満載、同性からはパシリ扱いでね。その現場を私がたまたま大学で見かけてね、見過ごせなくてその場に割って入ったの。そこからすごく懐かれるようになったんだよね。普通に話も合うし、まるで姉妹みたいに仲良くしてきたわ。マジかよ、しかもそんなに仲は良かったのかよ。私にとっては実の妹のように可愛い存在よ。たとえその結婚相手が元夫でも関係ない。あんたが心から彼女を大切に思っているんだったらそれでいいの。むしろ二人の結婚を心からお祝いしていたわ。でもあんたはゆきちゃんをバカ女扱い、これは見過ごすことができないわね。あんたがバツイチだってこと、そしてその結婚相手が私だったことをバラしてやるわ。私が帰るのはその後よ。よくも全部バラしやがったな。お前のせいで結婚式は中止だ。一体どうしてくれるんだよ。私はあんたのご希望通りに帰っただけ。でも帰るなら招待してくれた人に理由を言うのが筋ってものでしょ。
結婚式は中止になろうが私は何も悪くないわ。ふざけんな。バツイチ以外に余計なことも全部バラしたくせに、俺たちの離婚した理由まで話さなくてもいいじゃねえか。言い残りをやめて。私は離婚理由までは話していないわ。でもユキちゃんには当時から離婚相談をしていてね。私が元嫁ってことがバレたら自然と離婚理由もバレただけよ。え、離婚の相談までしてたの？っていうかいろいろと協力してもらっていたんだよね。離婚の時に私が弁護士を立てたでしょ。その弁護士を紹介してくれたのがユキちゃんなの。そうなの？だから全部筒抜けよ。結婚後にあなたが態度を豹変して私にひどい暴言を吐いていたこと、その理由が嫁の方が給料が高くて気に入らなかったからだってこと、そして義理の両親も嫁の私を見下した言動ばかり、孫を早く産め、仕事を辞めて地元の田んぼを手伝え、嫁は逆らうな、あなたたちの言動は全てユキちゃんも前から知っているんだから。嘘だろ。せっかくの結婚式が中止になったのは残念ね。でも中止になったきっかけを作ったのはあなただから、私を責めるなんてお門違いなことはしないでよね。さやか先輩、今日はすみませんでした。別れた夫になんか会いたくなかったですよね。ゆきちゃんが謝ることじゃないよ。こんな偶然が起こるなんて誰も思わなかったし、むしろ私の方が結婚式を台無しにした感じでごめんね。当時も相談ばかりで彼の写真を見せていなかったよね。そのせいでゆきちゃんがあんなバカと付き合うことに。先輩の方こそ謝らないでください。むしろ今日はありがとうございました。先輩がいなかったらこのまま騙されて結婚するところでした。入籍はまだだったのでギリギリセーフです。そうだったんだ。ゆきちゃんにそう言ってもらえるならよかったわ。それでですね、先輩って今どちらにいますか？え、まだ式場にいるよ。帰る前にちょうどトイレに寄ってて、今からタクシー呼ぼうとしていたの。よかった。それじゃあこっそり新婦の控室に来てもらっていいですか？先輩に直接聞きたいことがあるんです。聞きたいこと？実はこれからすぐに今後のことについて話し合いなんです。でも向こうのことがもう何も信じられなくて、いろいろ弁明してくるんですけど、何が本当で何が嘘なのか。だから先輩も近くにいてくれると助かるんです。そういうことなら任せなさい。元嫁としての情報ならいくらでもあげるわよ。助かります。それでは控室でお待ちしていますね。もう全部最悪だ。せっかく逆玉が目の前まで見えてたのに、もう何もかもバレててどうやっても修復できねえよ。昨日はお疲れ様。結婚式中止後に即話し合いだったらしいね。噂じゃあ5時間超えだったとか。大企業のご令嬢の情報もヤバすぎるだろ。俺が隠してたことが全部バレてたんだ。お前との結婚歴や離婚理由だけじゃない、俺の趣味が本当はパチンコだってことも、行きつけの夜の店も、お気に入りの女の子も全部バレてた。それに実家に借金があることまで。あの短時間でなんでそんなに調べられるんだよ。なあ、それなら情報源は私だよ。は？あの後ユキちゃんに頼まれてね、あんたたちのことで知ってること全部教えてあげたの。夜の店の電話番号も、お世話になっていた消費者金融の連絡先も、私から話を聞いた後速攻で各所に確認の連絡を入れていたわ。ふざけんな。犯人はお前かよ。全部お前のせいで俺の人生が台無しになったんだぞ。違う、あんたが嘘ついたり隠したりするから台無しになったんでしょ。はあ？でもさすがにゆきちゃんもドン引きしてたよ。当時は可愛い後輩にいろいろと愚痴るのも気が引けてね。最低限の離婚理由のことしか話していなかったんだ。だから山のように出てきた離婚理由に青ざめていたわ。青ざめるどころか、お物を見るような目をしていたけどな。いつも俺を慕ってくれて可愛い目をしていたのに、あんなゴミクズを見るような目を向けられる日が来るなんて。そんなに落ち込まないで、ケイスケ。あなたは、ゴミクズみたいなものなんだもの。そんな目を向けられるのは当然よ。なんだと？それにもし結婚できても長続きなんかしなかったわよ。だってあなた自分より稼ぎの多い嫁は嫌いじゃない？だからお嬢様のユキちゃんと結婚してもすぐに別れていたはずよ。
うるせえ、大企業のご令嬢なら話は別だろうが。お前に稼ぎで負けた時はムカついたけどな、お嬢様レベルなら大敗すぎてムカつかねえんだよ。むしろ俺も両親も帰省する気満々だったのに、それがお前のせいで全部パーだ。うわぁ、なんかもういろいろと残念でしかないわね。うるせえ、こうなったらお前が責任を取れ。今すぐ俺ともう一度結婚しろ。なんで急にそうなるの？いろいろと借金を増えて大変なんだよ。最近パチンコで負けが続いてるし、飲み代のツケも溜まってるし、それに実家も赤字の田んぼのせいで借金増えていくし、お前と離婚した時の2倍ぐらいに膨れてんだよ。嘘でしょ？本当は逆玉に乗ってユキちゃんからお金をもらおうとしていたのに、こうなったらお前が責任取って返済しろ。ムカつくが俺より稼ぎはいいからな。復縁してやるからお前の金をよこせ。ふざけんじゃないわよ。誰があんたみたいな男とやり直すもんですか。なんだと？俺は売れ残りのバツイチアラフをもらってやるって言ってるんだぞ。どうやらまだ痛みを見たいようだね。そうやって私にひどい暴言を吐いた結果、離婚の時にいくら慰謝料を払うことになったのか忘れたのかしら。え、またユキちゃんに頼んであの時の弁護士さんに依頼しようかしら。元夫にまた暴言を吐かれて精神的苦痛を負いましたって。待て、また俺から金を奪っていくつもりかよ。あの時どれだけ俺の貯金がなくなったと思ってるんだ。じゃあもう二度と私に関わらないでね。そしたらきっと不用意にお金が消えていくこともないだろうし。それじゃあ私はこれで失礼します。その後圭介はゆきちゃんと正式に結婚白紙となり、その白紙理由は圭介にあるとして、かなりの金額の慰謝料を請求されたそうです。もちろん中止となった結婚式費用も全額圭介が負担することになり、それらの支払いのために実家を売ることになったと聞いています。そして私と後輩のゆきちゃんとは一緒に幸せになりましょうね、次また彼氏ができたらすぐに紹介し合いましょうねと今も仲良くしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。